私の前回の動画で不快に思わせてしまった方、ご迷惑おかけしてしまった方々、大変申し訳ありませんでした。はい、ちょっと昨日はですね、負けが込んだと言いますか、ちょっとガチャで熱くなってしまった結果ですね、ガチャに3万円なんて、データに3万円使うなんて一番クソな使い方、ちょっとつい、言ってしまった部分についてですね、コメントで、お叱りいただきました。データに3万とか一番クソな使い方ですか。多分自虐ネタとして言っていると思うけど、結構な人を敵に回していますよ。ウォーク自体が課金アプリであり、その存在意義すら否定しかねない発言ですし、手巻さんの視聴者は基本ゲームなりアプリなりを好きな方がほとんどだと思うので、その趣味なりを否定している発言でもあると思います。早めに謝罪動画なり出しといた方がいいと思います。謝罪しろですとか、そういった意味の書き込みではないですが、ネタとして面白いと、単純に終わらせられない限り、危険な爆弾発言だと思います。おっしゃる通りです。大変申し訳ありませんでした。ということで、慎んで、喜んで、今日も3万円、計600連、天使の弾頭台ガチャに、計18万ジェム、突っ込まさせて、いただきます。ありがとうございます。はい、ということでおはようございます。チームてまき TV です。ということで、確かにちょっと言葉が、とんがりすぎていましたね。はい、言葉は選ばなきゃいけないと思います。ということで、今回ですね、天使の弾頭台、なんだかんだで600連まで来ちゃいましたね。はい。私、新春装備の破壊の鉄球520連でしたっけ?で、終わってますんで、まさか2発目が、新春装備よりも、手こずることになるとは。まあまあ、それだけの破壊の鉄球が、引きが良かったとも言えると思うんですけど、天使の弾頭台は今、期待値より、下と、いうことで、まあ、今日のね、天井で必ず武器6本目取れますので、まあ、貫突1本、無突1本運用は、できると。黙ってても今日3万円払えばできると。まあ、でもね、ここまで来たらもう1本、ね、貫突1本と無突2本の武器7本まで、今日行きたいですよね。で、武器が3セット運用となると、防具も3セット欲しいですよね、ということで、18万円、使いましたんでね、今日、頭と武器、1個ずつ取らせていただけたら、幸いです。よろしくお願いいたしますよ。よろしくお願いしますよ。聞いてる?よろしくお願いしますよ。3万円使いますからね、今日も有意義なお金を3万円使いますからね、有意義にしろよ。引き次第だからな、お前。いきます。エターナルジャッジメント。ねえ、なんかエターナルは永遠だから、手巻き永遠のガチャ、永遠にガチャ引き続けるみたいなね、お話あったんですけど。じゃあどういうこと?エターナルジャッジメントって。永遠に、ジャッジし続ける。永遠のジャッジ。永遠のジャッジ。永遠のガチャ?何?何?何なん?聞きませんよ。私はとにかく、今日で終わります。私のエターナルは今日でエターナルしますので、最後に頭と武器をエターナルしてください!頭ゲット!エターナル!これが俺のエターナル!ナイスエターナルです。ありがとうございます。こんなね、脳汁出るお金の使い方、ないですからね。うん。ファーストエターナル、いいですよ。ねえ、ここでさ、この、まずね、このなんていうの、1番バッターですとか、この切り込み隊長、先方みたいなね、ここでしっかり頭を出して、ね。もうあとは、武器引くだけや。あと武器引きよ。オール3セット、アンド武器貫突1本、無突2本で、ガナサダイをね、ガシガシね、倒していきますんで、舞台は整いましたね。そう、まあ悪い時もね、まああるけど、まあいい時もあるのが、ガチャだからな。ただほんとね、この脳内物質はいい時も悪い時もね、ガチャでしか出ないのよ。昔はね、同じ類の脳内物質パチンコでも出てたんですけどね。最近ちょっとパチンコよりガチャなんでね。いやー。
止まんないですね。オッケー。20連目で、しっかりと銀世界で落ち着いていく。ふぅー。いいんじゃないですか?すごいいいんじゃないですか?はい。流れとしては、完璧だと思います。改めまして。エターナル、ジャッジメント!行きましょう。60連目のピックアップの前に勝負決めたいですけど、まあ、最悪あそこで決めるよ、俺は今日。うおー !2 連続銀世界溜まってる溜まってる汚れが溜まっている。この汚れ解放したら偉いことになるんじゃないの?セイントセイヤー!いけます。いけます。最初のね、10連で本当に頭出てるんで、心の余裕もありながら、ちょっとなんか鳥肌も立ってきたな。よし!エターナル!いったれ。いったれ、エターナル。エターナルしまえ!早めにエターナルしまえ!はい!した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 。まあ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 。王宮魔術師エターナルですね。いいですいいです。まだ全然いいです。なんだこの鳥肌は。何の鳥肌だ?多分両面あるんだろうな。最初に頭引けてこの調子がいいっていうこのゾワゾワと、まあ、武器引けなかったら、きついなーっていう。せっかくね、防具が3セットになったことにより、よりもう一本武器が欲しくなったわけですよ。まあ、かといってね、600連の天井終わってから700連、800連と追うことは絶対にないんで、ちょっと一期一会感ですね。はい、そうなんですよ。よくコメントで、どうせ手巻き当たるまで引くんだから、今回引いても引かなくても関係ねえじゃんみたいな、ことね、書かれる方いるんですけど、まあ、確かにそういう一面もある。うん。まあ、そういう一面もあるし、まあ、純粋に3万円をね、お前なんだと思ってるんだって、そういう人に思ったりもするんだけど、まあ、で、言ってることすごいわかる。でもね、たまにね、うん、こういう一期一会感はでも、たまにあるからより一期一会なのかもしれないから。今日のガチャはね、ここで終わる。まあ、あと最近あれか、生放送でよく罰ゲームでガチャ20連とかやってるから、まあ、それで、できるかもしれないけどね。あ、そういえば生放送で言えば、今夜、生放送やります。はい。今夜ね、村人 A の地図でしたっけ?バナナさんが動画出してたやつ。あれ今までやったことなかったんですけど、いよいよ私もドラゴン自身でレベリングしなきゃいけない。ドラゴンの火力でレベリングしなきゃいけない状態になりましたんで。初めての村人 A レベリング生放送。よかったらアドバイスよろしくお願いします。レベル40ちょいでいけんのかな?まあいい。集中。集中。いったれ。いったれ。いったれ。おい!おー。おー。あ、そうですか。まあいいですよ。ふぅ、今の時点でまだ 40% ちょいあるよな。こっから武器引ける確率。まず次のピックアップで 25% だからね。いくぞ。25%。痛めるぞ。25%。ここで痛めらんなかったら、武器3本の夢が遠のくよ。はい、よいしょ。よし。お願いします。いけいけ武器いけ、いったれ。虹、大量に。よー、ニコニコ。場所もいいね。ここだぞ。いいね。体が芯から温まってきてるのを感じるね。やれ。18万円使ってんすからね。それなりに満足させてもらいたいっすよね。お願いします。よっしゃ、明日か、明日か、明日か、まあ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 、いいんじゃない?いいんじゃない?上よりもいいんじゃない?はい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 。おいよ、なんで、これでもう一個頭出たらもう防具全部4セット揃っちゃうじゃないか。やめろ、お前。いい加減にしろ、お前。武器だ、武器。下からの武器。下からの武器。こういう、ごっついの出てくるから、ごっつ。こういうやつ、こういうやつ、よーし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 、よっちゃ、よっ、よっ、どうなんじゃー。ほー。あー、出た出た。
あー、今日もいっぱい出た。あー、大団円。大団円です、天使の断頭台ガチャ。まあ、18万ジェムはかなり使った方ですけど、貫突1本、無突2本運用プラス防具3セットは完全に勝ちですね。まあ、こうなってくると、これね、頭もう1個引いたらどうなりますか、皆さん。頭もう1個引いたらですね、なんと防具1セット分1突、攻撃力上がるからね、1突で。ね、貫突の武器に合わせるのが1突の防具。ね、そして無突の武器に合わせるのが無突の防具、もう2セットっていうね。さらに上ありますからね。そこまではね、言わないけどね。そこまでは言わないよ、もう。こんなにね、やってくれてんだから、もう今日は勝ちだよ、もう勝ち。今日わしの勝ちだよ、わしの勝ちだけど、もう一個上やるねん。もう一個上やるねん、今日は。まさか？え？どうなの？もちろん武器もう一本でもええんやで。もちろん武器もう一本でもええんやで。ちょっと、マジいけんちゃう、ちょっと。え？何？やばい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 。いや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 。ああ。いや、いいですね。いいですね。ガチャに18万ジム使わないとね、到達できない、この、切なさと嬉しさが、入り混じる、いい状態ですね。はい！まあまあまあ。いいですよ。ねえ。来い来い来い。ああ、しびれてきた。よっしゃ！ああ、そっちか！ああ、そっちか！床闇かい！まあ、全然いいです。あと30連。楽しんでいきましょう。もうやることはやりましたんで。頭もう一個。正直ここまで来たら、あーでも武器と頭同じぐらいだね。今武器と頭同じぐらい嬉しい状態だわ。キューピーキューピー、いけちゃうんじゃない？たまにはキューピーキューピーでいけちゃうんじゃない？おう、一個目好き。この一個目のすぐ、開いちゃう、開いちゃう感好き。お前は嫌い。ルーンバックラーは嫌い。でもなんかたまにルーンバックラーなんか出番あるよね。どういう時だっけな？なんか耐性だっけ？たまにあるんだよね。はいはいはい。獣耐性 10% な。まあまあまあ。よし。あと20連。やばい。最後の10連にかけますか。いやーでもよし。もう一回喜んでいい？18万円使ったんだから喜ばしてよ。18万円使ってね、切ない終わりになることもあるんだから、ね、今回みたいな大断円パターンは喜ばしていただきます。それでは、失礼して。しゃーやったぞー俺は勝った勝ったんだーボーナス確定。ありがとうございます。はぁ、いい感じ。すごいいい感じです。じゃあラスト。まずは天井。いただきます。これにて武器7本。そして、どうなりますか？お！まさか、まさか、万三冠！3じゃないけども。ちょうど100連目ですね。ぴったり最後なんで。ちょうど100連目か。運命感じちゃうな。そういえばさ、今回のガチャって一番最初のなんか、10連の中でもう最初に武器引いたとか、そんなんじゃなかったっけ？一発でなんか引いたとかじゃなかったっけな。最初で引いて最後で、引くのか。天使の断頭台ガチャに、一辺の悔いなし！最後、参りましょう！かーい！おい！おい！おい！何してんだよお前！いいんだよ、お前余計な気使わなくてクソだ！